アレクサンドラ・ドーン・ーリ、ボンはアメリカのコメディアン、女優、作家である。ネットフリックスのスタンドアップコメディ、アリウォンのおめでた人生とアリウォンの人妻って大変で有名であり、どちらも批評家から絶賛されている。2019年に映画いつかはマイベイビーで主演を務めたことでも知られており、共演者のランドール・パークと共同で制作、脚本を担当した。 2020年現在、ABC テレビ番組、アメリカンハウスワイフのメインキャストを務めている。出演作は、Are You There? チェルシー、インサイドエイミー・シューマー、ブラックボックスなどである。脚本家として、テレビ番組、不安家のアメリカ開拓期のシーズン1から3を担当している。声優として、アニメシリーズ、トゥカバーティーでは、主人公バーティーの声を、 ビッグマウスでは転校生のありの声を担当している。タイムズ氏の2020年世界で最も影響力のある100人に選ばれた。カリフォルニア州サンフランシスコのパシフィックハイツ地区で4人の子供の末っ子として生まれた父、アドルフス・ウォンは中国系アメリカ人の麻酔科医でカイザー・パーマネンテに30年間勤務していた。母、タム。 タミー・ウォンは1960年に南ベトナムの笛からアメリカに移住し、ソーシャルワーカーとして働いていた。2000年、サンフランシスコ大学附属高校を卒業した。在学中は生徒会長を務めていた。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入学し、アジア系アメリカ人研究を専攻。大学の LCC シアターカンパニーのメンバーとしてして、舞台に立つようになった。 LCC シアターカンパニーはアメリカ最大かつ最古のアジア系アメリカ人による大学演劇サークルである。夏にはカリフォルニア大学バークレー校の卒業生によるサマーファミリーキャンプシーレール・オブ・ザ・ゴールデン・ベアーで働き3年時の夏にベトナムのハノイに滞在した。2005年アジア系アメリカ人研究の学士号を取得しラテン・ラオーズを受賞した。 大学卒業後、フルブライト小学生としてベトナムに留学した。大学卒業後、23歳の時にブレインウォッシュカフェでスタンダップコメディに挑戦。その後、コメディアンとしての道を追求するためにニューヨークに移り住み、一晩に最大で9回パフォーマンスをするようになった。2011年、バラエティ誌の注目すべき10人のコメディアンに選出された。その後、 ザ・トゥ・ナイト・ショー I.I.D. コール・モア・バ・ジョン・オリバーのニューヨーク・スタンド・アップ・ショーアイ・ I, デイブ・アッテルのコメディ・アンダーグラウンド・ショーに出演した。また、NBC コメディシリーズアー・ユー・アチェルシーにシリーズレギュラーとしてキャスティングされチェルシー・レートリーにも出演した。2013年 VH1 のベスト・ウィーク・エバー MTV ヘイ・ガールに出演した。オリバー・ストーン監督の 野蛮な奴ら、サベージズでは、ベニチオ・デルトロ、サルマ・ハイクと共演。映画、ディアーレン、ウィズ・イディオッツにも出演した。2014年、ABC の医療ドラマシリーズ、ブラックボックスで、ケリー・ライリーとバネッサ・レッド・グレーブと共演した。また、インサイド・エイミー・シューマーのいくつかのエピソードに、ゲスト出演している。2014年以降、不安家のアメリカ開拓期のメインキャストである。 ランドール・パークの推薦によりシリーズの脚本を務めることとなった。2016年の母の日にネットフリックスはスタンダップコメディスペシャルアリウォンのおめでた人生を公開した。本作は2015年9月第1子妊娠7ヶ月の時にシアトルのネプチューンシアターで撮影された。ニューヨークマガジン氏はこのスペシャルがネットフリックスに登場したのは 好みの違うファン層を融合させてスターを生み出す試みであると評している。2016年9月11日、ニューヨークコレクションのオープニングセレモニーショーでスピーチし、ランウェイを歩いた。2016年10月、ABC テレビ番組アメリカンハウスワイフのメインキャストを始めた。2018年5月13日、2番目のネットフリックススペシャルである。 アリオンの人妻って大変が公開された。本作は2017年9月下旬、第2子妊娠7ヶ月の時にトロントのウィンターガーデンシアターで撮影された。2019年、ネットフリックスオリジナル映画、いつかはマイベイビーでランドオールパークと共演した。ネットフリックスオリジナルアニメ番組、トゥカバーティーでは主人公、バーティーの声優として出演した。 2019年10月15日、Dear Girls, Intimate Tales, Untold Secrets and Advice for Living Your Best Life を出版した。これは、娘二人が大人になった時に送る人生指南書を兼ねている。日系アメリカ人の発明家で、テレビタレントであるケン・ハクタの息子、ジャスティン・ハクタと結婚しており、共にロサンゼルスに住んでいる。二人は2010年、 共通の友人の結婚式で出会った。ジャスティン・ハクタは、ハーバードビジネススクールで MBA を取得しており、ヘルスケアスタートアップのグッドレックス社で、製品担当副社長を務めていた。2014年に結婚し、娘が二人いる。長女のマリを妊娠する前に双子を流産したことについて、スタンダップコメディアメディアでオープンに語っている。冗談を言うことが、 流産した現実に対処する助けになったと語っている。ありがとうございます。